現在世の中ではインダストリー 4.0 あるいはササイエティ 5.0 というふうな形でいわゆる第4次産業革命というものが今到来しています。そういったところで活躍できる制御技術というものを開発しています。特に我々はデータというところに着目してデータを使って直接的に制御機を設計するといういわゆるデータ駆動型制御というところに最近研究を進めているところです。このデータ駆動型スマートシステムは大きく2つの大きな技術に支えられています。1つはモデルベースド開発ということで MBD という言い方でよくされています。最近ものづくり企業の中ではこの MBD というものが浸透していってものづくりの開発の中にこの考え方が導入されています。ものを試行錯誤的に作っていくのではなくていわゆる作りたいものがあったときにその作りたいものに持たせる機能というものを各サブシステムごとに与えていく。でそのサブシステムごとにモデルを作っていきなりモデルを作るのではなくて机上でシミュレーションを繰り返して、そういったものを最終的に組み合わせて最終製品を作るというふうなところの手順を机上でやっていきます。そういったことによってコストの削減とか時間的なものの削減といったものを実現しているということになっていきます。もう一つはデータ駆動型制御です。実際制御するときにはデータからモデルを作ってモデルに基づいて制御機を設計するという手順を踏みますがモデルというものは動作条件とか環境条件によって往々にして変わっていきます。そうするとそのモデルに基づいて作ったコントローラーというのももはやもう役に立たなくなっていきます。そしたらそういった環境条件とか動作条件ごとにモデルを作ってコントローラーを作っていくというのは非常にナンセンスなのでデータから直接的にコントローラーを設計するデータ駆動型制御というものが最近登場しています。でこれら2つの技術をうまく融合することで新しい技術を我々は研究しています。一つは MBD とデータ駆動型制御とを融合するいわゆるスマート MBD というものを今研究しています。もう一つはデータ駆動型制御というものに着目しそれをさらに産業界に普及するための研究を進めているところです。それがデータ駆動型スマートシステムということになっていきます。私の研究室はたくさんの企業と連携して研究を進めています。そのために今大きく4つの共同研究講座があります。1つはマツダとの共同研究による共同研究講座が設置されています。そこでは車のエンジンの制御とかそういった研究を進めています。もう1つはコベルコ研機との共同研究でここは研究所を設立されています。研究所には他の講座も含めて全てで3つの共同研究講座が含まれています。日本製鋼所との共同研究講座というものがあります。で最後にマイカー製作所との共同研究講座があります。これらの研究所あるいは共同研究講座には企業から出向されて教員として着任されて一緒に共同研究を進めているところです。これとは別にもう一つはデジタルものづくり教育研究センターになります。これは2年前に内閣府のプロジェクトに採択されて設置された新しい研究センターになっています。我々もここに所属してデータ駆動型制御の研究を進めているところです。まずコベルコ研機と広島大学との共同研究なんですけども2007年より開始しております。これをですね、さらに発展させる形として2015年にですね、コベルコ研機から出向教員を伴う形で共同研究講座というものが前身として設置されました。そしてですね、2018年にですね、さらにその取り組みをですね、加速させる形でここですね、無限力競争研究所というものが設置されました。現在ですね、この研究所には3つの共同研究講座と複数の共同研究そして学術指導というもので構成されております。この3つの共同研究講座なんですけれどもコベルコ研機からですね、出向教員が駐在する形で現在もですね、複数名のコベルコ研機の社員が駐在しております。またですね、この駐在して共同研究を進める中でですね、学位を取得するというタスクも持っておりまして
私も9月にですね学位を取得いたしました。ICT 技術を適用したですね、建設機械といいますと、自動化ショベルなどがあるんですけれども、私たちの研究室ではですね、人の操作ですね、要はマニュアル操作を制御で支援する形で生産性を向上できないかということで、そのようなアシストに関する制御というものに関して研究を進めております。具体的にはですね、ヒューマンインザループといいまして、人を制御圏の中に取り込んで人が操作しやすい、思いのままに操れるような建設機械というものを制御で実現しようというような取り組みになっております。油圧ショベルというものは非線形性というものを有しておりますので、なかなか制御圏を組むのが容易ではないんですけれども、山本先生の研究室で取り組んでいるシーズですね、主にデータ駆動というものになるんですけれども、データに基づいて制御機を設計して、それで油圧ショベルを制御するというような取り組みがなされておりますので、そのシーズをですね、うまく取り込んで我々の油圧ショベルに適用して、いい作業ができるように、誰が乗ってもいい作業ができるようにというものを目指して研究を進めております。一例にはなるんですけれども、これまでにですね、掘削作業といいまして、土を掘る作業に対して非熟練者のオペレーターさんに支援制御を適用した取り組みが挙げられます。その結果ですね、非熟練者では非常にですね、スムーズな掘削というものができない、要は非効率な作業となっていたんですけれども、支援制御を適用することによって非常にスムーズですで効率的な作業が実現できるということも実験の結果からもですね分かってきておりますので、今後はですね、それらの取り組みをさまざまな作業に拡張拡大していきたいというふうに考えております。具体的に何をやっているかというと、これクレーンをちょっと見ていただきたいんですけど、ここにこう釣り荷がこうあります。でこの釣り荷を釣ってクレーンってこう旋回したり、このジブと言われるアームをこう動かして、荷物を運ぶんですが、その時に、どうしても釣りに行って揺れてしまうわけですね。でこの釣り荷を、いかに止めるかという研究を、コベルコのクレーンチームと一緒にやっているということになります。でこの研究はですね、コベルコだけじゃなくて、他の同僚他社さんとか他の大学でも盛んにやっているんですが、一番の問題は、ここですね、このクレーンの釣り荷の振れ角をいかに、計測するかと、この問題にみんな頭を悩ませているという現状です。で、いろんな方法があります。で、カメラで、撮ったりとか、エンコーダーと呼ばれるセンサーを使ってその振れ角を計測したりとか、いろいろ方法あるんですけど、我々の独自技術として、音を使って、この振れ角を検出するということを、3年ぐらい前から、コベルコの、との、共同研究でやっているという形です。具体的にどうやるかというと、この釣り荷の部分に音が発生するような、音源をつけて、でマイクをこのジブ上に複数、一つじゃなくて複数ですね、複数置いて、その音を観測すると。でその観測した音の、位相差ですね、音ですから、マイクに届く時間に時間差ができるわけですね。遠いところほど後に届くと、近いところほど早く届くっていう、その時間差を見て、そこから、振り角を、計算するということを今やっています。今後の展望としてはですね、今まだこういった実際のクレーンのスケールでまだ実験が1回やってるんですけど、まだ解析結果が出てないので実用性を考えて今後はこういった研究を実際のスケールでやっていこうというふうに考えています。 I'm Zhou Guan and I'm from China and I was pursuing the PhD course under Professor Yamamoto from the control systems engineer, and I'm currently working in the Kobelco Construction Machinery Dream-Driven Co-creation Research Center, and I'm interested in the algorithm development for the controller of excavator and improving the efficiency of production systems. And I have gained a lot of practical experience from the collaborative research and enjoy working here. Thank you.
My name is Sneha Sharma. I'm from India. My research topic is, due to advancement in computer technologies, this enables us to retrieve and store data very easily. So keeping these advantages in mind, we have data designing of our PID controllers using data-driven technique. So, and my student life in Japan is quite simple and easy. We have quality products over here, plus we do have Indian online grocery stores. So Indian students who aspire to study in Japan is a good idea. Have a good times in Japan. Thank you. 私はコベルコ研機と共同研究をしております。私は研究でシステムの特性変動が与える悪い影響を抑えるようなそういった研究をしております。そして共同研究では世代が異なる人と共に研究をして成果を得られるといったことがとてもいい経験になると考えております。はい、ここがデジタルものづくり教育研究センターになります。今からこのセンターを紹介します。Hello, I'm Kasun from Sri Lanka. I came to Japan 9 years ago, and from last April, I have started to work under the supervision of Professor Yamamoto, and he has already proposed the data-driven control systems for the process control systems, and currently I am working on applying that data-driven approach to the mechanical systems with the use of image-based approach. So thank you very much.データ駆動型アプローチに基づいたスマート MBD を用いて松田株式会社との共同研究で自動車開発における制御システム構築に向けた研究を行っております。こちらのドライビングシミュレーターでは開発した制御アルゴリズムの有用性を検証する装置です。今研究ではですね、スマート MBD という名称でモデルベース開発の高度化っていうものを目指した研究をしています。検証ってすごい時間がかかるものを効率化すると、大体企業さんでいくと 30% ぐらいですね、そこがもうギュッと縮まったとか、うまくいけばもう全体の開発期間の 50% が短くなりましたっていうのが、まあ、スライドにもあるような形であるんですけども、これで検証はうまくできると。だけど結局じゃあその浮いた時間っていうか、じゃあもっと開発に当てる時間何当てていくべきかっていうと、やっぱ製品の価値を創造するために当てていかないといけないですね。まあ、我々はその制御っていう切り口から、この MBD の、まあ、プラットフォームとか MBD というこの開発手法に合った制御機開発の手法、できるだけこう一般的な手法を提案して、でこれを MBD の、土壌に乗せるとこういう設計にもエンジンの制御にも使えるし、まあ、他の、部分にも使えるしっていう、そういうことができるような、そういう開発を狙った研究をしています。予期せぬモデル化できなくものを、いかにうまく取り込んで、機械の中に取り込んで二層構造、制御機を二層構造にするんですけれども、上位の層はもともと設計の段階で想定していたモデルに合わせてうまく動くように設計したコントローラーで、実は下の方にもコントローラーがいて、これは今の状態をガンガン取り込んでいって、でできるだけ上の人が制御しやすいように振る舞うように、制御を、調整する人の役割をしているんですね。でまあ、組織なんかもそうですけれども、結局上の言うことを下の人が上手に聞いてくれるから組織として全体のシステムとして稼働するわけで、これと同じようなことを製品の中で達成したいっていうのがあって、これは MBD っていう考え方に非常にまあマッチもするし、でさらに制御的にもやっぱり面白いところなので、まあ、そういうところを今狙った研究開発っていうのをやっていて、まあ、これをスマートな MBD ですね、モデルも使うしデータも使うし、でシステムとしては一番いい動きを常に維持できるしっていうことで、そのスマート MBD っていう名前をつけて今研究を進めているというところになります。まあ、こういう技術って結局最後は自動運転なんかにもやっぱり使われていくかなと思ってるんですけど、自動運転って結局人間、今まで車の操作っていうのは人間が何か予期せぬことが起こった時にハンドル操作でうまくそれを逃げたりできてたんですけども、自動運転って全くそれができないので、だから常にどんな環境でも狙った通りの動きをしてるっていうことが非常に要求される世界なんですね。で今ここの動画にあるのは八の字のコースなんですけれども、八の字のコースを運転する時に、まあ従来型のやり方だと途中でシステムの変動が、これはちょっと細かいことは言えないんですけども、システムの変動が起こっちゃった時にやっぱりどうしてもこう触れてしまう。でこの触れがもっと大きくなってくると自動運転が崩壊するんですけども、今我々のやってる方法っていうのはこの八の字回ってる最中にもうほとんどハンドルが触れないので、こういうので我々のこう研究の形成化っていうのがうまくどうも車に乗りそうだということも分かってきていて、今まあこれをどんどん進めていこうという形で進めているところです。私はデータベースを核にした制御系設計を行っております。一般的に産業界では
ある製品の品質っていうものを最も高めたいとか、そういった高い品質のものをたくさん作りたいというのが最終目的にあるんですけれども、やはりその品質っていうものを測ることが難しかったりして、実際にはこの温度を何度にしようとか、そういったもので制御はしているんですけれども、その時に今日は例えば100度がいいとか、いや今日は90度がいいとか、そういったところは職人の人の知識というかスキルが必要になってきます。でそうすると人によってその品質のばらつきが起きたりとか、日によって季節によって変わったりとかしますので、そういったものを防ぎたいっていうので、データベースたくさんのデータを入れることによって、誰がやっても常に同じ品質高品質のものを生産していきたい、そういった制御を研究しております。でその技術を応用して、その品質ってなかなか目に見えないものっていうものがあるんですけども、今こちらにあるように今脳波計かぶってますけれども、その感性なかなかわからないものっていうのをもし計測できたとしたら、それは同じような品質って難しいものと同じように感性という難しいもの、じゃあ感性というものを制御できるんじゃないかということで、今回このようなシミュレーターを行っております。でこちらの研究はコベルコ研機株式会社との共同研究を行っておりまして、その操作している時に、いかにストレスがないかっていうものを、非常に操作しやすいようなものを目指して、今シミュレーションを行っているところになります。これまでデータというものを一つの切り口にして、データを使って制御機を設計するというお話をしてきました。で我々はもっともっとデータをたくさん取って、いわゆる IoT システムとデータベース駆動とがこう連結するようなシステムをまず構築したいと。まだその領域だとスモールデータなので、さらにそれをビッグデータに変えていく、それをさらにサイバー空間において、フィジカルなシステムとサイバー空間とかまた連結していくようなサイバーフィジカルシステムとしてデータベース駆動型を発展させたいと、そういう思いで研究をこれからも続けていきたいという思っています。